じゃあ、さあ今週も毎週月曜日はプロスピエースピということでですね、戦っていきたいと思いますけども、今日はですね、まあ、リアル対戦をして最後にまだあのダルビッシュからもらったガチャを全部引いてないんで、あのそれを試合してからガチャっていう流れでいきたいと思います。さあ今回はザッキーチームは千賀くんです。相手はディクソン。ディクソン前回ノーヒットで最後勝ったディクソン、はい、壊れちゃうね。ちょっと相性は打ってないけど勝つっていう勝ち運あるね。勝ち運ツーシームインロー、ここツーシームとストレートの出し入れで勝負やな。引っ掛けるアウトコースのツーシームで、えっ手出せへんねん。俺先頭バッター出す癖があるからな、抑えたい。高めのツーシーム、はい、詰まらせて、はい、セカンドゴロ、いいよ。さあ、ツーシームオンリーや、インコース、詰まれ。押し込んだストレート、曲げないよ。はい、見逃して、カウントロ。おっと、キャッチャー裏、いいよ。今日立ち上がりいいよ。いつも立ち上がり悪いからね。いいよいいよいいよ、ストレート来てるよ。さあフォークを低め落とすよ、空振り。おおいいよいいよ、さあ低め振ってくれ。えっ、おっ、ほらへんな。もう一回、今度同じ高さからもう一個落とそう。ほいおい、さあアウトローストレートビシッと見逃し、おいピッチャーぐらい OK、 いいですね立ち上がり。1番亀井頼むよ、ディクソン。カーブがすごい気になるけど、インコース待ちの勝負や。どうせインコースやろ。いいね、先頭出た。ツーシーム打ったよ。さあ、坂本つなごう。インコース、インコースどうせ。いい感じで振ったけどな。捉えたかと思ったけど、インコース、あーツーシーム読んでんのにな。バッターボックスは4番松田、ツーアウトになっています。わーカーブ、もうなんか電波悪いしカクカクするし、もうなんなんここ。メンタル落ち着いて頑張ろう。通信面倒。じゃあ今度カットボール、そこからボール、ファールだぞ。はい、詰まった。キャッチャー、ほら、いいよ。さあ、ウッチは高め禁物よ。低めフォークから。OK、ホパー。ストレートインハイ。おっ。おお、危ない。めっちゃいいバッティングさ。さあ丸、ツーシームもこのツーシームのインローの出し入れ勝負だ。これが生命線ちゃうか。カットボール、ファールで。ああよし、空振り。スラーブインローに振ってくれたらラッキー。もうここに回してフォークアウトコースに落としていこう。ふい、もうアフラヘン。ふう、縦すらフォークと見せかけて縦すらで見逃し。わ、詰まった、ピッチャー裏。お、今日リードされてる。さあ行こうよ。0-0-0は恥ずかしいからね、点数が。さあインコース、インコース勝負行こう。はい、ツーシーム、オッケーオッケー。もうそれ、狙いどころはそれだけや。ツーシームやろ、インコースより。もう危ない、ゲッツーない、ゲッツーかと思った。しょうがだ、こっからの下位打線が俺のチームのウィークポイント。しょうが頑張れ。ここはワンヒットでサヨナラですよね。ナックルカーブでかいな。ああ早い、もうストレート早い、対応できてない。ああカーソル合わせるの難しいな。梅ちゃん頼むよ、こう一本サヨナラ行こうよ。ツーシームかまっすぐ打とうよ。今度こそ決めたいですね。ボールで今の打ったの方が良かったのかな。お、ああショートだ。ふう、延長戦
まだでもノーヒットだからね、うちは、うちのセンちゃんは。さあ、ツーシームインコースでダブルプレー取りたい。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。ツーシーム、ツーシーム連投や。サードゴロゲッツ、5、4、3、いいダブルプレー。いいですね。よし、ここまで来たらしっかり乗り切ろう。フォーク、これ打ち取ったらもう勝ちちゃう。ポイントあるんちゃう。はい、ピッチャーゴロ、オッケー。さあ、さよなら行こう。バンド行こう。ここはきっちりバンド、バンド、あれバンドって何気に難しいな、ほんと。バンド行こう。うわ、空振り。もう打つしかない、打つしかない、打つしかない。これもし本間の試合だったらめっちゃ怒られてるで、ほんまベンチ帰って監督に。亀井行こう。さあ1本出たらさよならよ。インコース系のツーシームとストレート待ってこ。なんとか決めてほしいですね。見えてる見えてる見えてる。そうですよね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですね。ああ、さあチェンジアップがタイミング合わなかった。まあいい。4球目は何で来るか。ああ無理やり打ったわ、ボールや。坂本頼む、もうお前しかいない。インコースの無理やり打った。勝ったわ。でも0対0だけどヒット2本打ってるから、まあ、これも勝ちだもんね。結局はノーヒットと抑えてるし、ストレートとあのツーシームを打つ練習しなきゃいけないですね。ちょっとカーソルを合わしきれてないというところで、まあ、まだまだヘボい里崎ですけど、ここからしっかりもうちょっと練習していきたいと思います。さあということでガチャ引こうか。ダルからもらった。でもまだ他に普通の S 契約書があるからそっち引こうか。そんでね、今もう俺が欲しいのはセンター、あと抑えがいないんですよ、守護神だから。センター守護神 DH だね。だから柳田グラシアル森だね、欲しいで。じゃあドリームキャラバン九州達成した S 契約書で先行こうか。もう言ったら当ててきてるからね、ここまで。丸とかでもいい、とにかくセンター欲しいわ。秋山もいいけど B だもんね、 B はきついよ。さあセンターかめっちゃ打つやつか、抑え来い。ギガおかえりくー。俺はすごい、俺はすごい、すごくない。これ DH 終わった、よっしゃ。じゃあよし、次あれ行こうか。ドリームキャラバンでもらった S ランク 30% 契約書、この波に乗っていこうか。当たるかも分かんないじゃんね。さあ 30%、 まず1枚目、2枚あるからね。光った、おいしょし、光った光った、カットイン。何もないのか、割れるのか、割れるのか。A で阿部チャンス。 30% ってでも結構高いよ、打率で言ったら一流よ。もう一回行こう、あるから。うわ、髪向きもないし、なんか普通のこれ絶対当たらへんやつじゃん。もう何もならへんもん、何もならへん、もう何も、超全部普通、何もならへん。はい、どこ出す。じゃあダルビッシュ選手からのプレゼント、 S ランク自チーム契約書引きましょう。ここはですね、もうソフトバンクですね。ソフトバンクで言えば、まあ、いわ僕高橋礼しか持ってないんですよね今。だからマッチ、マッチは去年バージョンだから持ってるの。マッチ、高橋、順平で、グラシアル、甲斐、森、柳田、加山、今宮、千賀、中村晃。誰でもいいよね。広島もすごいいいっていう話を聞いて、
鈴木誠也とか。でもまあ今の補強ポイントですればやっぱりソフトバンクやな。やっぱセンターやろ。秋山じゃきつい。 B はきついよな、さすがに。でしかも小林とおかわり君いいだから、もう下位打線も厚み出てきて、ここで柳田さえザッキーチームに来てくれればとりあえずは完璧なのよ。パワー送るか。さあ行きましょう。行ったよ、入ったよ。さあドキドキすんな。俺の運が持ってるのか持ってないのか。さあ柳田来てくれ。高橋でー、まさかのかぶりまさかの、嘘やん。11分の10いけんねんで。逆に引くか。